ショーン・ポーターはアメリカ合衆国のプロボクサー。オハイオ州アクロン出身。元 WBC 世界ウェルター級王者。元 IBF 世界ウェルター級王者。マニー・パッキャオの元スパーリングパートナー。トレーナーは父のケニー・ポーター。愛称はショータイム。父ケニーからボクシングの手ほどきを受けてボクシングを始める。2006年。 ナショナルゴールデングローブにミドル級で出場、準々決勝でエドウィン・ロドリゲスに勝利し優勝する。全米選手権にミドル級で出場、準決勝でエドウィン・ロドリゲスに勝利するが、決勝でダニエル・ジェイコブスに敗退。2007年、全米選手権にミドル級で出場、準々決勝でダニエル・ジェイコブスに勝利するが、決勝でフェルナンド・ゲレーロに敗退。 北京オリンピックの前哨戦大会となったブラジルリオデジャネイロで開催されたパンアメリカン競技大会にミドル級で出場するが初戦で金メダルを獲得するエミリオコレラに敗れた北京オリンピック国内予選選考会に出場するが準々決勝でダニエル・ジェイコブスに敗退してオリンピック出場を逃した2008年全米選手権に ミドル級で出場するが決勝で敗退。アマチュア時代の戦績は290戦276勝14敗。2008年10月27日、ポーターはスーパーミドル級でプロデビューを果たし、初回1分17秒 TKO 勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。2010年2月19日、クリーブランドのウォルステンセンターで、ラッセル・ジョーダンとナボ、 北米ライトミドル級暫定王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年10月15日、オクラホマ州バッファローカジノにて、ヘクター・ムニョスとナブフ、北米ウェルター級王座決定戦を行い、ダウンこそ奪えなかったが9回2分5秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年2月18日、 アグネスはデアホと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めナブフ王座初防衛に成功した。2012年7月28日、ナボ北米ウェルター級王座決定戦をアルフォンソ・ゴメスと言った。初回に偶然のバッティングでカットし負傷するも10回3から0の判定勝ちを収めポーターは初の苦戦を演じながらも王座獲得に成功した。 二千十二年十二月十五日、元 IBF 世界ライト級王者フリオディアスと対戦し十回一から一の三者三用による引き分けに終わり、全勝が途切れた。二千十三年九月十二日、MGM グランド内、MGM コンフェレンスセンタープレミアルボールルームにて、前回引き分けに終わったフリオディアスと、再戦、十回三から零の判定勝ちを収めな坊座初防衛と、 IBF 北米王座獲得に成功した。2013年12月7日、ニューヨークのバークレイズセンターにて、ポール・マリナチ VS ザ・ブ・ジュダーの前座で、IBF 世界ウェルター級王者のデボン・アレクサンダーに挑戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年4月19日、ワシントン DC の DC アーモリーで、 ベイブット・シュメノフ VS バーナード・ホップキンスの前座で、元世界2階級制覇王者で、IBF 同級モイのポール・マリナチと対戦し、4回1分14秒、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2014年4月20日、IBF から次の試合で、指名挑戦者のケルブルックと対戦するよう命令が出された。2014年8月16日、 スタブハブセンターテニスコートでランキング1位の指名挑戦者で IBF インターナショナルウェルター級王者ケルブルックと対戦するが12回0から2の判定負けを喫し2度目の防衛に失敗し王座から陥落したこの試合でブルックは20万ドルポーターは50万ドルのファイトマネーを稼いだ2015年1月9日ゴールデンボーイプロモーションズから プロモート権を破棄されたことで、同プロモーションを離脱した。2015年3月13日、カリフォルニア州のシチズンズビジネスバンクアリーナにて、アンドレベルト対ホセシートロペスの前座で、ロベルト・ガルシアと対戦予定だったが、ガルシアが4ポンド以上の体重超過で前日、軽量に姿を見せず欠場する。急遽代わりの対戦相手を探すこととなり、 エリック・ボーンが選ばれ、ボーンは試合当日にニューヨークから試合会場のカリフォルニア州まで飛行機で飛び計量を受けるが、ボーンはウェルター級の規定体重まで落とせず149ポンドのキャッチウェイトで対戦することになった。それでもポーターは無事に5回 TKO 勝利を収めた。2015年6月20日、ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナで エイドリアン・ブローナーと144ポンドのキャッチウェイトでノンタイトル12回戦を行い、11回にブローナーがホールディングで減点され、12回にはポーターがキャリア初めてのダウンを喫するが、12回3から0の判定勝ちを収めた。2016年3月12日、コネチカット州アンカスビルのモヒガン3内、モヒガン3アリーナで、 WBA 世界ウェルター級王者キース・サーマンと対戦する予定だったが、サーマンが交通事故に巻き込まれ怪我をしたため延期になった。このためポーターは代わりに、ラナード・タイナーと12回戦のエキシベジョンマッチを行った。2016年6月25日、バークレーズセンターで延期となっていた WBA 世界ウェルター級王者キース・サーマンと対戦し、何度も、 サーマンをぐらつかせたが12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。この試合でサーマンは140万ドル、ポーターは100万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年4月22日、バークレイズセンターで WBC 世界ウェルター級4位のアンドレーベルトと WBC 世界ウェルター級挑戦者決定戦を行い、9回1分31秒 TKO 勝ちを おさめ、サーマンへの挑戦権獲得に成功した。2018年9月8日、バークレーズセンターで、WBC 世界ウェルター級1位のダニー・ガルシアと、WBC 世界ウェルター級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2019年3月9日、カリフォルニア州のディグニティ・ヘルス、 スポーツパークで夜デニス・ウガスと対戦し、12回判定勝ちを収め初防衛に成功。しかしウガスが勝っていたという判定に疑問の声も大きかった。この試合デポーターは125万ドル、ウガスは30万ドルのファイトマネーを稼いだ。2019年9月28日、アメリカのロサンゼルス、ステープルズセンターで IBF 世界ウェルター級王者エロール・スペンス・ジュニアと 大座統一戦を行う。11回に左フックでダウンを奪われ、12回判定1から2の金差判定負けを喫し、IBF 大座獲得に失敗すると同時に WBC 大座から陥落した。ありがとうございます。